今日はバレンタインだしチョコでも買って帰ろうかな。うわー、美味しそうなチョコがたくさんあるな。ボンジュール、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。パティシエだ。かっこいいな。私はこの店のオーナー、イディオ・マイッキーです。イディオ・マイッキーか。名前までかっこいいな。フランス語でバカなマイッキーという意味です。なんでそんな名前つけた？本名なの？今日はどうされました？チョコですか？ああ、はい。バレンタインに誰からももらえないから買いに来たんですね。うるせえな。失礼だぞ。っていうか今はそういう時代じゃねえんだよ。あなたにぴったりなチョコがありますよ。え、本当ですか？ウサギチョコです。ああ、かわいい。これを食べるとどこかのウサギが一匹死にます。え、どういうこと？呪われてんの、このチョコ？どうぞ。どうぞじゃねえよ。いらねえよ、こんなの。そうですか。では私がいただきます。食うなよ。ああ、どこかのウサギが。大丈夫ですよ。私、味見として100個は食べてますから。ひでえな。では、こちらのチョコはいかがですか？お、これは美味しそうなチョコですね。中身は何ですか？すりおろされたウサギが入っています。お前ウサギに恨みでもあんのか？どうぞ。どうぞじゃねえよ、いらねえから。そうですか。では私がいただきます。うん、おいしい。なんか許せねえな、お前。他のまともなチョコくださいよ。じゃあこちらはいかがですか？お、これは生チョコですか？鼻くそです。鼻くそ？鼻くその入ったチョコ？いえ、100% 鼻くそです。ただの鼻くその塊じゃねえかよ。ウサギの鼻くそです。これもウサギ？なんでそこまでウサギにこだわるんだよ。ウサギが大好きなんです。歪んだ愛情だな。じゃあこっちの亀のチョコにしますか？ああ、それだったらいくらでも食ってやるよ。マジー？クソマジーな。なんなんだよこれ。亀の糞チョコです。亀の糞チョコなんて作んじゃねえよ。出来たてホヤホヤですよ。おめえの糞かよ。そしてこれを食べたらイディオな亀になれる呪いがかかっています。イディオな亀？フランス語でバカな亀です。ふざけんじゃねえよ。やだよこんな顔。さらに今食べたチョコのせいでどこかの一匹の亀が死にます。お前悪魔なのか？え、何？どうした？どうやら私がその一匹だったようだ。ガク。やっぱお前バカだな。自分死んでどうすんだよ。っていうかこの顔直してよ。ねえ、どうすりゃいいんだよ。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後